手は手は全然叫ばないですね。痛いですよ、痛いですよ叫ばれる方とグッとこらえられるタイプの方だね。なので競技でゴルフされるとかであれば、はい、ふくらはぎを締め付けるタイプのなんか、あ、してます、してます。あ、されてますか。してます。おお、さすが、素晴らしい。もう手汗かいてきましたそうですか、手汗かいてきましたよ。いい感じです足曲げますね。腰悪い人って実はね、この膝の後ろ、ここ、あ、いいね、いや、やっと、いや、うわ、ここ痛い、たそこ、ここ痛いね。だこれが硬いですね、ここ。左の特に膝付近にやはり負担がかかられているというか、ゴルフ的に考えれば、ここの軸足でしたっけ？こっち軸です。ね、になられるのであれば、まあまあ すごくうまいんじゃないかなと。私ゴルフやりませんけれども。こいつですね。ここ。こっちに痛い。痛いね。こっちの方が痛い。痛いですね。ここですね。そこ。これ。右足すごい軽いの分かるんじゃないですかね。全然違います押してもらった直後から当ててちゃう、これ。ああ、そう言っていただければ軽っと。だから今これ触ってもらってても、はい、初めて、なんじゃこれと思ったけど、そうですね、だいぶ楽になってる。楽って言っても楽って言ったみたいけど、いやいや、まだね。ああ、そこ、それ、ここなんですか、これ。はい、特にね、ここなんですよ。そこ、ここ、うわ、キワキワなるね、キワキワ、そう、腰つくですね、硬いね、こいつ、うわ、ザコツモ、これ座骨ですよね、はい、座骨のここです。痛いけど、痛いけど、なんか分かる気がする、分かる気がしますさっきよりまだマシ、マシっていうか、うん、なんて言ったのかな、うわ、そこそこそこ、表面がだんだんと緩んでいくというかね、なんかゴリゴリしたもん、なくなってきましたよね。